学生の時から石で作品を作っていて、自分が作る作品としてピントが合わない感じがした。だからこそたどり着いたピンクの結晶。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家はソルトピースメーカー日暮雄一。1971年生まれ。東京造形大学を卒業後、数々の個展やグループ展で活躍する彫刻家。彼はこのピンクの塊から全ての作品を紡ぎ出す。畑に囲まれた大自然のアトリエで自然の恵みを無心で削る。こうして生み出されるのは、水に溶ける岩塩っていうものにぶつかって何が作れるのかなというところで、溶けた方がいいものは何だろうということを考えを進めて、そこで銃、武器っていうふうにたどり着いた。それは彼が作品に込めた世界へのメッセージ。一人でも多くの人に届くように、細部のディテールを完全に再現する。実在の武器を忠実に再現する。創作した武器だと、ある意味ではこの世には存在していないと言えると思うんですよ。そこは実在の武器であり銃をモデルにしないと僕がやっているテーマには合わないと考えます。いつかは溶けてなくなる芸術、そんな作品を生み出し続ける日暮雄一のブレイク前夜。作り続けていくと思います。簡単にそうなくなるものじゃないっていうのももちろん分かってはいます。ただじゃあそれを続けていかないといけないんだろうっていうふうに考えますね。次週は油絵画家川田亮のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。